なんか前回さ暗かったからさ、なんかこれフィルターで明るくしたけど今日は必要がないんですね。こんにちは。今日も1時間ほどお話できたらいいなと思っておられます。公演前、なのでメイクしていこうと思います。まあ、言うて今日はちょっと予定があったのでおメイクをしてお外に出かけたので、まあそんな言うてやることないんですけど、ちょっとハゲてる眉毛とかを綺麗にしていこうと思います。顔もちょっと丸いけどもう致し方ないのでこのままで行かせていただきます。気づいたら眉毛がなくなってたので、しっかりと今日もおでこが出ているので、眉毛をしっかりと描いて、皆さん6時半から劇場公演あるのでよかったら皆さん見てください。 DMM で見れるので入ってるよっていう方はぜひ。眉毛描くの下手くそなんですよ、すごい超適当。皆さん6時半から見てください。今日はママダナツキさんの生誕祭です。ぜひ。そして今日はおでこがとてつもなくなんか広いのでシェーディングしておでこを削ります。頑張ります。おでこ剥げてるので、剥げをなくすよ。ほら、剥げてる、剥げてるの。暑くないです。ここが寒いから暑くないです。衣装は後で着ます。今日は生誕の鎌田夏樹さんをイメージとした細長いお花を作っていこうと思います。
次は顔を削っていきます。ちっちゃくなると思いながら、なんか思ったよりやばい。今日大丈夫かな、こんなベース。なんか日焼け止めしか塗ってないんだけど、日焼け止めだけでよう公園出ようとしてるけど大丈夫そう。菅原、まあそういう時もあるよね。メイク落とすのめんどくさいから、いいやん。全く問題ないよ。いや問題は割とあるんですよね。クマとか隠してないから。こう問題はあの皆さんは感じないかもしれませんが、私は感じるんですよ、ね、日焼け止めの効果も多分薄れてると思いますし、でもちょっとめんどくさいがちょっと勝ってしまっているので、今メイクを落とすことがちょっとめんどくさいが勝っております。今日もお手紙だとびっくり。今日はお手紙ではないです。一度ナッキーさんにはお手紙を書いているのでもうないです。ないです。女子はいろいろ大変ですね。そうなの、大変なんです。今日3ヶ月ぶりのスキンフェスティバル、ぜひ楽しんでってください。わかんないです。雨降ってるかは。室内にいるのでわかりません。ダゴンの生誕の手紙よかった。嬉しい、ありがとう。褒めてくれて、褒めてくれてありがとうございます。感謝、感謝です。あれ？初訪問の人が多くてコメントがない。みんなどこに行ったんだい？今日90歳になりました。すごいですね。おめでとうございます。90歳になってもやっぱうまい、携帯ってやっぱね、偉大ですよね。え、何これ、あれミラーボールってこんな感じだったっけ。あれ菅原が忘れたのか、ミラーボールってこんな光ってたっけ。感じだったっけ、こんな光ってたっけ。もう勝手にさ、ここまで光ってる認識なかった。
からちょっと勝手にびっくりしちゃった。月見期間限定やっぱ違うよね、いつもと。すごい穴が変なのかと思ったけど違うよね。ミラーボールがやっぱ違うんだよね。いいんじゃない？いいんじゃない？ママママさんか。よくない？よくなくもない？よくない？ママママさんか。今日は涙袋。ボコボコにしてる。めっちゃ服にキラキラついた。めっちゃズボンキラキラだ。めっちゃキラキラだった。今日もナッキーさんにリクエストでした。なんか最近メンバーに、はじめまして、最近なんかメンバーになんかリクエストをするんですよ。髪、まあ整体の時は基本的にあのリクエストすることが多いんですけど、何がいいみたいな聞いてなんか聞くんですけど、最近はなんかおでこ出してほしいって言われることが増えました。めっちゃ増えた。前髪上げてほしいみたいなのが増えましたね。とてもでも本当になんか最近はマジで多い。なんか髪型何がいいかなって聞くとメンバーに結構な確率でみんなにあのおでこ上げてほしいって、おでこじゃない前髪上げてほしいって言われることが増えて不思議です。そんなにいいかなみたいな。
はどっちが好きですか？まあ、どっちも好きなのは大前提として。みんなはどっちが好きですか？前髪上げてるのとあるの。今日は黒です。忘れてきた。マキコさん忘れてきた。手も出しが多いですね。手も出しが多かった。やっぱなんか違う、なんか違う、これは違う。ミラーボールがミラーボールの色じゃない。黙々とメイクしてる。会話もせず、会話もせず、特に会話もせずに永遠にただメイクしてるだけになってしまってる。きっと百も承知の上でそれを聞いてるよね、みんなは。みんなは黙々と仕上げてたのかな。意外とね、なんかコスレのことを載せたら、その気になってくださる方とかは多いです。嬉しい。だからサバラにそういう需要がないと思ってたから、聞いてくれる子っているんだなって思いました。意外と需要があるらしい、スバラも。スバラのメイクに。
でこが出てるのでめちゃんこ濃いメイクにします。おでこが全開だから。これもあったかくなる。メイクしたら可愛くなるんです。うん、今日はほのちゃん急に飲んです。残念。ほのの残念すぎる。こんにちは。コンサートの時の髪色は何がいいかな。
もう終わったらしい。え、ごめん、来たなくて。いいよ。あ、私が言っててもさ、これ聞こえてなかったんだね。あ、そう、ごめん。お帰りします。いいよ。はい、まゆちゃん。ミートにしてた。そんな機能あるんだ、すごい。そう。何してたの？ずっと話してた。何話してた？ずっと話してたの。もう一回話してあげて。この人アイライン使ってないんだなってずっと、ね、マジただの一人ごとじゃん。見て、浴衣の中にピンクを引っ取ってくれた人いたよ。え、ありがとう。メイク道具忘れました。忘れたらしいです。かわいそうです。どういう、何メイク道具忘れるってどういう。夏柄もあるよ。あるよね。今日日焼け止め、今日人狩りメイクだから。日焼け止め、うん、ね、適当すぎない？そこね、ここね、はい、ちょっとやばいね。綿棒出してくれようとしてるのかい。下手なのかな、ま、ちょっと自分のじゃないとうまくいかないといけない。うん、ね、今日日焼け止めしか塗ってないんで、ここら辺で。え、めっちゃ綺麗だよ、日焼け止め。え、午前中なんだけど。え、ファインデーション塗ってない今だ。何も塗ってない今日。あ、また綺麗だわ。あ、塗ったすごい嘘つくじゃん。あ、これ塗った、これ塗った、お粉塗ったよ。めっちゃ綺麗だよ。大丈夫かな。どう。うん、でも私アイライン長く引きすぎるとさ、うん、なんかケバくなっちゃうんだよね。オッケー、わかりました。ではまた皆さん DMM でお会いしましょう。さようなら。って言ってまだやるけど、まだやるんかいってね。二人はこの夏やり直したことある？やり直したこと？やり残したこと？ないっすね。ないっす。毎日がハッピーバースデー。は、何言ってんだよ。ハッピーバースデーじゃないだろ？あ、今度まゆちゃんと2じゃないのが、6月16日に。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ゆかたんとうららです。かわいい。かわいいよね、これ。雲の目はいつも晴れ。かわいいでしょ。わかります。なんか必要？リップだけ？うん、私じゃあリップ借ります。うん、これで。それはメイクさんに借りて、それはメイクさんに借りて。ではさようなら。違う、うん、最近ずからカッてならしちゃうの癖なんだよな。やだな。私携帯どこやった？え、持ってきてなかったよ。持ってきてないわ。バイバイ。最近の良くない癖は、なんかゆかたんとかと会話してると、なんかゆかたんと喋ってってやっちゃうんです。鳴らしちゃう。良くない。さよなら。ゆかたんがいなくなったから、ゆかたん目当てで来た人もきっと帰っちゃうんだよな。バイバイ。きっと菅原には興味ないから帰っちゃうと思うんで、バイバーイ、さようなら。今日なんでこんなミラーボール投げてくれるの？イエーイ。今日なんかあった？そういうの。よくない癖なんだよな、これ。最近鳴らしちゃうんだよ。態度悪い。うん、お目目が大きくなった。一回リップ塗って。もう何時だ。
んちゃったなさ、いけなさ、25分ありがとうございます。コンサートさあるじゃん、みんなさ応募した、応募した、周年応募した、一般始まってますけど応募した、全部見に来てください、全部見に来てください。全部来てください。いいですよ。ルーナの声。なおさんも、須田さんも、だって2人を見れるのも最後だよ。最後だし、2人と踊ってる姿を見れるのも最後だよ、コンサートで見れるのは。須田さんはもしかしたら卒業公演に出してくれるかもしれないけど、奈緒さんに関してはもう最後だから、みちゃんこレオ、え、須田さん売り切れるんか、売り切れてへがある、うん、でも奈緒さんもすぐ売り切れるんだろうな。周年はみんな周年もだよね、 SKE 見に来るよね、ぜひみんな勧めてください、 SKE いいよって。2回コールでマイアンコールしたい、ぜひしてください。あ、今14周年買いましただって、ありがとうございます、感謝。緑を振ってくれる人がいますように、ぜひサラダマヨのサイレンも振ってください。
か振ってくださいって言った瞬間に人消えたんだけど、大丈夫そう？みんなどこ行ったのかな？みんな言った瞬間いなくなってどこ行ったのかな、みんな。さっきまで配信、さっきまでみんなカウントしてくれてたのに。すがらはお一押しにしてくれる人というものは少ないんですね。それが私の今の現実です。頑張ってファンの母数を増やしていこうと思います。今来たらすげえ顔、変な顔してた。それともお前の顔がすげえよってこと？シンプルに。なんか久々にリップ赤くしたらなんか似合わなく見える。最近リップ、まあ、別にみんなからしたら薄くないかもしれないけど、すがらからしたら薄かったんですよ、リップが。だからなんか慣れなかった。なんか濃いリップ久々に塗ると慣れないですね。なんでこんな画面がいつも暗いんだ。チンテールじゃない、誰も今日はチンテールするとは言っていない。何回目なんだろう。ちょっとご存知、存じ上げないですね。今日が何回目のフェスティバルか。もうちょっとしたら45分になったら終わります。消えます。暗い。あー、あと10分もあるのか。暗い。
わあ。こんにちは。顔が丸い。でも致し方ない、顔が丸いのは。こっち見ると影がたくさんできて痩せて見えるけど、こっちで見ると光が当たりまくって本当の菅原芽衣の顔が分かってしまうというかわいそうな現象が起きております。読みません。3連続で手紙は読みません。何だって去年私は書きました。去年書いたので書きません。何度も言いますが、去年私は手紙をやってるので今年は手紙はやりません。全く匂わせでもないです。本当のことを言いました。なので今年の手紙は誰からなのか楽しみですね。ここをさ、顔がすっきりする。ここの筋肉、もう終わりました。手紙は一度書いた人にはあんまなくないですか。マヤは誰とよ。その菅原はもう分かってるんで、誰だと思っ誰と予想、まあ菅原以外としか言いようがないです。連続手紙記録法辞書になってほしかった。うん、もともとなる予定がないから、なりたかったわけじゃなかったから大丈夫。初見です。こんにちは、菅原麻也です。ケーキ担当は誰と予想しますか。誰らか分かってるのに何度も予想しにくいですね。誰か分かっているので、まあ、基本的にも分かるんですよ。あの生誕のメンバー以外はお祝いする側はみんな分かるんですよ。ドッキーさんだけ知らない。ネッキーさんだけが知りません。そうやって嘘つけないからさ、知った上での予想とかできないんだよね。つまんない女なのよ。でもなんか何も見ないで出ちゃう時とかもある。自分が何も役割ないなとか思った時に、自分は関係の、あ、まあでも結果見るか、まあ、ちゃんと見なかったりする時もある。その逆に自分が、あ、役割があると見ないかも。うん、どっちみち見るわ。見るけど
記憶してないことが多いんだ。そうなる。可愛いからフォローします。スキーのファンの方、スキーのファンの方だったのに今まで私のことをフォローしてなかったんですか。素肌の可愛さに気づくのがちょっと遅かったですねとか言ったらさ、気持ち悪いって思われちゃうのか。最近接骨院に結構早い段階で通っ、なんかいろんな感じで通ってるんですけど、いろんな感じっていうか結構通ってるんですけど、そのおかげなのか体がとてつもなく楽になった気がします。最近ますます。さっき菅原が変なこと言ったからいなくなっちゃった。いなくなってしまった。菅原の可愛さに気づくのが遅かったですねとか言ったらいなくなっちゃった。悲しい。ピエン、ピエンすぎた。何度もブスな瞬間で止まってしまって、とてつもなく今家が悲しくなりました。もうちょっとで45分になると予想されております。菅原のこの携帯は、この携帯でもうちょっとで45分になることが分かっております。知らんけど本当に45分になるのか。あと2分じゃあ合ってますね。45分になるという予想は合っておられました。アンコールはこの後 DMM でさせていただきますので、皆さんよかったら18時30分に DMM でアンコール待っててください。公演頑張ってください。頑張るので見てください。アンコールは18時30分からの DMM でさせていただきますので、よかったらそちらでアンコールしてください。やばいしました。じゃあお時間ですというコメントが来たので終わりたいと思います。皆さん見て、今日も見てくれてありがとうございました。それでは DMM でお会いしましょう。バイバーイ。行ってきます。